六角才子，当今全球艺术界最受瞩目、最卖座的日本当代艺术家之一。他从未上过任何科班院校，徒手蘸取丙烯颜料，直接在画布或瓦楞纸上作画，风格纯真动人，充满童趣。五月底，他迄今最大规模的中国个展《靠近你的宝藏》登陆上海龙美术馆。20歳ぐらい、なんか直感的によし絵を描いていこうって、絵を描いていこうって決めた時に美大に行きたいとは全く思わなくて、やっぱり自分の表現を模索したいっていう思いが強かったです。最初はこう筆を使ったり、クレヨンとか色鉛筆とかいろんな絵のツールを使ってみたんですけど、たまたまこう手についた絵の具を段ボールにさってやってみたら、あ、これだっていうふうに思った感じです。あとその下書きしたりとか大体あまり考えないで、もう手のひら全体動かすことでこう色の流れができるので、最初はこう抽象的なこうバックグラウンドから入っていく感じです。割と女の子出てくるのは大体最後の方で、こうさぎだったりとか女の子だったりとか、具体的なラインを引くときは大体人差し指を使って、でたまに可愛い流れを作るみたいな、5本の手の中でできるもいろんなことを混ぜてるっていう感じです。自分で描きながら、そのアルバイトをしながら生活してたんですけど、村上隆さんが主催してる芸祭っていうアマチュアのアーティストのためのイベントが日本であったんですけど、でそこからこう作品を発表していくっていうことにつながっていくんですけど、絵でだんだん食べていけるようになって、可愛いって思うものも好きなので、その人生の中で可愛くって弱いけど強いみたいな存在がなんかその一人いて、女の子は、先生とはどういう関係でしょうか。自分の一部みたいな気持ちはありますね。具体的にどういう意味そうですね、なんか、なんていうの、前に進みたいとか、こう もっとよりよく生きたいとか、なんかそういうプラスの気持ちですか。前回は北京と上海に来たことがあって、もう10年以上ぶりですね。中国で絵を展示することはずっと興味があったんですけど、今回それがようやく叶って、子供の頃忘れてた大事なこうキラキラした記憶とつながった、なんかその絵を見てそういう気持ちになってもらえるのはすごく嬉しいなと思って、一番古いものだと2006年ぐらいから、その最初の頃の段ボールの作品から最近の段ボールの作品、あとキャンバスと新しくチャレンジしたブロンズ像っていうのを、こういろんな形とこう素材を混ぜた展示になってます。本格的に立体作品を作ってお見せするのは今回が初めてで、試行錯誤しながら作ってみました。自分の性格は基本的には結構シャイで、人前で喋ったりとかするのすごい苦手だし、でもなんかこう結構一度こうだって決めたらあんま曲げたくないなみたいな感じがします。そんなにこう自分で成功してるみたいな実感はあんまりないので、スターになるとかなんかあんまりそういうことは考えたことがないし、自分が今作れる作品を作るってことに集中してるし、これからもそうしていけたらいいなと思ってます。やっぱちょっと自分が
こう家にこもりがちな部分があるので、その絵を描くことでもっと世界とつながってるような気持ちになれるというか、もう少しこう自由なこう気持ちになれるっていう感じかな。